走れ、K100、走れ、K100、走れ、K100 は TBS 系列局他で放送されていたテレビドラマである TBS と CAL の共同制作。全51話 TBS では1973年4月13日から1974年3月29日まで放送。上機機関車、K100 に乗った。 主人公が全国各地を回る道中期で舞台となる土地でロケを行った。当初は半年の放送予定だったが、折からの SL ブームもあって、好評を得たために延長され、鹿児島県から北海道の夕張、夕張から沖縄県と日本一周をすることとなった。放映開始一週間前の4月6日には、前夜祭り特別番組として、発車往来。走れ。 K100 が放送された。これは、王の茂久や刃の始めたち本作の出演者たちが、番組の宣伝を兼ね、小学生たちとゲーム合戦をするという内容であった。この特番の映像が現存するのかについては不明。鉄工所の息子、末永隆がスクラップにされるところだった、蒸気機関車、K100 を道路を走れるように修理、改造し、かつて、K、K100 の機関士だった。 老人、北川久作と再会させるべく、鹿児島から北海道へ買う計画を立てるが、足に大怪我を負い断念してしまった。それを見かねた、薩摩隼と伊賀山もんたが隆の代わりに、北海道、夕張に向け、日本各地を縦断する。当初は夕張がゴールだったが、沖縄から届いた一通の手紙を見て、鉄道のない沖縄の子供たちのために、 百で沖縄へ行くことを決意する元は50年前から北海道の夕張炭鉱で働いていた京弁鉄道の機関車。廃車になり鹿児島の鉄工所に放置されていたところを鉄工所の息子である高志少年と近所のモンタ22歳によって修理される。道路を走ることができるように車輪を鉄輪からゴムタイヤに付け替えられた。 設定上の重量は5トン。第5話では、関門海峡を渡るために、モンタたちが知恵を絞り、最終的には、計1 0 0を、ポンポン船で運んでもらおうとするが、そのままでは、重量をオーバーのため重い煙室扉は取り外し、それをモンタが抱えて、地下の関門人道トンネルを必死で歩き、山口県側まで運んで、ポンポン船と合流した。第7話ではモンタが、海岸に、 偶百を止めて、昼寝中に満潮になり、目を覚ますと、偶百が、五福島神社近くの海に浮かんでいて、偶然偶百が、水上も走れることが、明らかになった。津軽海峡は、自力で渡り、北海道に上陸した。階段を登ることも可能で、第十一話京都、滋賀編で、神社、名称不明の石段、第十六話で、向ヶ丘遊園、現、 生田緑地原園の大階段、第三十話で、山形県、では三山神社、羽黒山の二千四百四十六段の石段を通った。第三十九話では、鳥取砂丘を縦横無尽に走り回った。k 百は、ただの機械ではなく、自分自身の意思を持っており、喋ったりはしないが文化の言うことを聞かずに勝手に動く、こともしばしば。第二十話では、漁港で引き上げられた。 ゴンドウクジラに怯えて震え、逃げ出した。最終回ではハブにタイヤを噛まれて瀕死になり、医者から超新規で診察されたり、血清注射の治療を受けるという生き物のような扱いをされた。ヘッドライトを袋などで隠されると医師が封じられ、普通の機関車になってしまう弱点を利用され、K100 はしばしばペテンし、石橋正彦によって盗まれた。第十八話で、 機関車工場、日立製作所ミト工場の協力を得て、鉄輪を取り付け、旅の開始以来初めてレール上を走行した。勝田駅付近の常磐線の線路と、並行している日立製作所従業員輸送用の、専用線1993年廃止が撮影に、使用された。第25話では、再開を記念して、機関室姿の北側旧作、流ュ集州を乗せ、 三菱大夕張鉄道大夕張丹山駅、1973年12月廃止を走り抜けた。撮影用の車両は、カナダ製水陸両用車の改造で、車体部分は軽量化のため FRP 製であり、実際に水上を走ったり、階段を上るなどのゲートが可能だった。1から3号車の計3台の計100が製作され、1号車を使って3月4日から、 撮影開始したが、同月中旬に、第2話宮崎編のラストを、大分県ウェップ市で撮影した際に炎上、消失してしまった。制作準備中だった2号車の完成を急ぎ3月25日に、撮影を再開、番組中止の危機を乗り越えた。その後2台体制とするため、急遽3号車も作られた。撮影終了後、残った2台は、百貨店などを巡業し、 2号車は、朝霧高原グリーンパーク、静岡県富士宮市、平さずみ。3号車は、沖川子供の国に譲渡された。共に現存しない。番組名は、K100 だが、ナンバープレートには、K100 と書かれている。国鉄では、実際に京弁鉄道規格の蒸気機関車に、家という称号を付与しており、K100 も実在した。放映当時の新聞記事には、 福岡県久留米市にあった廃車体の写真が保育者カラーブックス蒸気機関車1968年広田昌景において久留米のあるくず鉄屋の店先に置かれた契約、併記された英語解説文では契約として紹介されたことが企画のヒントになったことを示唆する記述がある。その機関車は2004年時点では現存が確認されているが後輩が進んでいる。 毛のつく機関車は毛球銃型が保存されている。クレジットはされていないが、枝川博監督は、自身が監督した第38話で、古着屋の主人を演じている。助監督の田中秀忠は、第34話で乱暴な運転で屋台を壊した。犯人、撮影の知識森は、同じく第34話で、計1 0 0をバックに、恋人の写真を撮ろうとして、石橋に、 モデル代を請求される役でゲスト出演してる。二人ともセリフは一言。オープニングにクレジットされているすべてのゲスト出演者を記した。第25.26は夕張編に K100 の最初の機関誌、北川旧作役で出演したリュウチ衆はスタッフが交渉したところ、手っ張り、スケジュールが重なった仕事は、わしが先方に断る。 ぜひ出演したいと言い、絶対に飛行機には乗らないと業界で有名だったが、我慢して乗ってまで出演してくれた。孫が計1 0 0のファンで、必ず出演すると約束していたという。第15話では、当時7歳の尾身としのりが、少女、緑、天野美穂子の同級生役、黄色のシャツを着ている方で出演。尾身の確認されている限り最も古い出演作で、ある。 あとに、おにゃんこクラブのメンバーになる、宇つ和子が、第8話で幼稚園児、マリ役で、メインゲストとして出演している。夕張に到着した第25話、大爆発。会えるか、おじいちゃんに、は、本来最終回として制作された。放映順と違って、第24話札幌編の方が後に撮影され、1973年7月31日。 第16話放映後に撮影が了した。局内で新企画の検討が行われるも、視聴率が評価され、結局8月20日頃に、計100の延長が決定。撮影再開の第26話からは、夕張から前年5月に、本土復帰した沖縄に向けて、旅を続けるになった。留置州を含む出演者、スタッフを再び集め、8月29日、 第20話放映後に1ヶ月ぶりに撮影を再開した。後半の一時期、大川栄子、秋元京子、石井富子が出演していないのは、急な番組延長により、スケジュールを合わせられなかったため。つぶらやプロを退社し、沖縄に帰郷していた、脚本家、金城哲夫が、第50話、おじいちゃんの軽弁鉄道で、医者役で出演、セリフあり。 金城は2年後の1976年に亡くなった。沖縄戦で破壊され、廃線となった沖縄県営鉄道を扱った童話の脚本は沖縄出身で金城の名優の上原翔三が担当した。2005年5月発売のドキュメンタリー DVD、金城鉄尾西へ。では、金城の出演場が収録され、一部ではあるがこれが、K100 の初ソフト化となった。 第26話で、K100 に沖縄へ来てもらうよう、夕張まで頼みに来た少年は、金城哲夫という役名だった。これは、脚本の田口茂光、青野監督がかつてつぶら屋で仕事をした関係で共に、金城と親しかったため、沖縄つながりで自然と役名が決まったという。第49話では、金城哲夫少年の姉を、竹下恵子、当時20歳が演じた。 最高視聴率は、第22話の14.9%、関東地区、ビデオリサーチ調べ。全話中、山場となる夕張到着までの第22から25話のみ、すべて14%台であった。当初は8から9%台であったが、第7話以降は、第47話を除いて2桁台を維持していた。ルートの都合により、栃木県、群馬県、山梨県、 長野県、三重県、奈良県、和歌山県、四国各県は通らなかった。東京都から茨城県へ行くには埼玉県か千葉県を通る必要があるが、その過程は省略された。当初は四国がルートに含まれていて、大分県、別府から愛媛県や和田浜市、松山市、高知県、桂浜、徳島県、鳴門を経て、 大阪府へ至るストーリーが検討されていた。しかし、早く、夕張に着くために、最短距離で行くべきだという意見が出て、実際の作品では変更された。石橋正彦役の森、沢康文は、成川哲夫がレギュラーとなる案があったが、最終的には、ゲスト出演のみとなったことを証言している。2017年に発砲ポリエチ連製の実物大レプリカが、 自主制作され、千葉県松戸市内の昭和の森博物館などで、期間限定展示された。足回りは、実物の種者であるアンフキャットに告示した、アメリカ製陸両用車マックスを電動式に改造したもので、自走も可能である。系列は放送当時のもの。系列局の一部では、当時日本テレビのコント55号のなんでそうなるのマチャーキのシャカリキ大放送。 同時ネットしていたために、時差ネットとなった。本作を収録した DVD ボックスがゼネオンエンタテインメントから発売された。第5.717.2645.51話は、青野監督と知識、森、撮影ジーフによるオーディオコメンタリーを音声特典として録。次回予告は、フィルム紛失のために未収録である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。